はい、皆さんこんにちは、島ですけです。今日もやっていきたいと思います。今日のテーマはお金持ちに共通する習慣10選をお送りします。早速なんですけども、僕らですね、やっぱお金持ちの方とか富裕層の方とか、まあ地主さんとかですね、よくお会いするケースあるんですけど、こうお会いしてると共通点があるなっていうのに気づくんですよ。でそれをちょっとまとめてみたので、早速テロップ見ていただきたいんですけど、まあなんとなくわかるなっていうのもあれば、もうそういうことなのかっていうのもあると思うんですけど、まあちょっと一個ずつ見ていきたいなと思っていて、一つずつちょっと解説していきますね。でただ日本語自体はそんなに難しくないと思うので、おおむねその通りなんですけど、まあ、一つ目は、まあ、目標を持ってる人が多いっていうのは間違いないです。これちょっと皆さんに、まあ、質問してみたいんですけど、目標って何のために設定しますかっていうのに今ちょっとテロップに出てるんですけど、目標って何のために設定するかっていうと、成長するためなんですよ。例えばすごい小学校の頃って逆上がりできなかった、でも今年こそはできるようになりたい、できなかったことができるようになるっていうのが、これまさに成長なんですけど、お金持ちの方とかって今まで自分はこういうことできなかった、でも今年はこういうことにチャレンジしようっていう、すごい目標をはっきりしてる方が多いなっていうのはすごく印象として持ってます。だから例えば年収1000万になりたい、3000万になりたい、1億になりたいっていう目標があるとしたら、それに対してどうやったらできるのかなっていうのを考えていくっていうところですね。で2番目に時間を大切にする、まあ、これも時は金なりっていうぐらい人間で唯一平等に与えられた資産なんですけど、時間を有効活用していくっていうのは非常に大事にされてるイメージがあります。時間を買うっていうので、自分でやらなくてもいい部分はアウトソーシングしていくとかっていうのを習慣にしてる人が多いなっていうのを思いますね。で筋トレ大好き、僕も筋トレ、まあトレーニング自体は週5ぐらいでやるんですけど、最低なんか週2回ぐらいはやってる社長さんとか経営者さんが多いなっていう印象です。多分筋肉そのものが好きっていう人もいるんですけど、じゃなくてやっぱ健康第一なんですよね。結構やっぱ仕事やってると体力もいるじゃないですか。なので体力作りのために筋トレをやるっていうような、であと習慣ですね。なんかこうルーティンでやることによって、その間意外といいアイデアが思い浮かんだりするっていうのもあるので、やったりはします。で4つ目に、まあ、即断即決が多いっていうのはもうなんか文字通り分かりそうな感じだと思うんですけど、結構やっぱりその場でこれ買う買わない、やるやらないっていう判断がすごい早い人が多いです。失敗するか成功するかって時にはやっぱり時間かけて考えないといけないことあるんですよ。ただそれでもやっぱり早いです。やってみて失敗した成功した、この結果が出るまでがやっぱり早いんですよ。なので失敗したら失敗したでどうやって切り替えようかなっていうのを考える人たちが多いので、とりあえず早めにやるっていう、とにかく行動するっていうのは大事なことになってきますね。まあ、このチャンネルを見てくれている方にも毎回言ってるんですけど、やっぱ貯金よりも投資っていうのをすごく意識してる人が多いです。やっぱりリスクを取ってますよね。リスクを取って何かを行動してるっていう人が多いですし、まあこの6番の、まあ、自己投資もまさにそうですよね。自己投資って、まあ、一番お金がローコストでできるのは僕は読書かなと思ってるんですけど、もちろんその筋トレも一つ自己投資だと思いますし、お金なかったら別に家でやるっていうのでいいですしね。まあ、読書が一番僕は年収上げるとか自分の成長を促すために一番やった方がいい自己投資かなというふうには思ってます。で朝方タイプが多いっていうのは、これ僕もですね、一応毎朝5時半とか起きるんですけど、朝結構僕はランニングとか読書とか自分の勉強時間に当てますね。結構集中できるんですよ。夜ってどうしてもこう会食が入ったりとか、なんか飲み会とかあったりすると結構自分でジムとか食事のコントロールとかできない。その後お酒飲んだら勉強とかやっぱしづらいので、朝って誰にも邪魔されないんですよね。なので朝は結構有効に使えるっていうのはすごく重要なポイントなのかなと思います。総じてですね、皆さんポジティブです。すごくポジティブ、前向きな方が多いです。できない理由を探さない、それ無理だろと思うやつも、どうやったらできるのかな、こうやったらできるかもっていう、すごくチャレンジ精神ある方が多いっていう印象を持ってます。最後なんですけど、人をハッピーにすればすればするだけこう対価としてお金が入ってくるんですけど、やっぱ人のことを考えてる人多いかなというふうに思います。やっぱりなんか人の役に立つ、その対価としてお金を得るっていうのなんですけど、やっぱり人のことを考える、つまりこう気配りができるとか優しいなっていう、まあ、一見厳しく見える人もすごく優しいなっていうのがあったりして、そういう人たちが多いのかな。だから自然的に人も集まる、だからお金も集まってくるっていうようなところに行き着くのかなというふうに思います。ということでまとめとしては、まあ、皆さんもですね、できるところからぜひやってみてください。一つでも習慣を真似るっていうところからやっていけばお金持ちになれる可能性も高まると思うので、ぜひやってみましょう。ということで、Twitter もやってますので、フォローもよろしくお願いします。また YouTube チャンネル登録もよろしくお願いします。また会いましょう。